声優の戸田恵子が6日までに自身のブログを更新し、アンタンマンのスタッフが亡くなったことを報告した。アンタンマンチームの大切なスタッフさんのお通夜に参列いたしました。早すぎるお別れになりました。と報告。闘病していたことを知らず、あまりにも突然、だったそうで、伝えたかった気持ちを手紙に書いて奥様に渡したそうだ。そのスタッフは、常に私たちに寄り添っていただいてました。ただただ感謝しかないのです。という大切なメンバー、奥様とほんの少しだけお話しさせていただきましたが奥様も泣き崩れられて、私は背中をさするばかりで胸が張り裂けそうでした。本当に残念無念、と悲しみを綴った。スタッフの家族にも初めて面会し、お、父さんそっくりの息子さんがお母さんをしっかり支えてくれると思います。と今後を心配しながら、アンタンマンをたくさん愛していただいて本当にありがとうございました。ご冥福を心よりお祈りいたします。と忍んだ、ネットの声。先日、アンタンマンの舞台挨拶上映会を館に行った際に、目の前にアンタンマンに長年携わってきたであろう制作スタッフと思われる初老の方々が感慨深げに作品を鑑賞していらした。上映後、お互い、お疲れ様でした。と声を掛け合う姿がとても印象的でした。サザエさんもアンタンマンも長いこと放送をやってますから、スタッフの入れ替えもありますが、逆に初期からずっと参加されてる方もいます。長くやってればその分、年齢重ねるしお別れも必然ですからね。先日2歳の息子が初めての映画デビュー、アンタンマン見てきました。子供が楽しくなるような場面が随所に散りばめられていて、大人も一緒に見て楽しめる内容でした。息子は帰ってきてからアンタンマンが高校だったね。お化けカーニバルしてるから怖くないよ。と数日経った今も楽しそうに映画の話をしています。アンタンマン、国民的アニメだと思います。作っていらっしゃったスタッフさん、アンタンマンとの楽しい時間をありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。